試験で6を宙に舞いました。今のお気持ちから教えてください。いや、明日から広島に行くんだね。今日甲子園でね、たくさんの、ね、ファンの前で全体を決めようと、みんながそういう気持ちでいるから。マジック1で今日迎えたゲーム、最後のアウトを取った瞬間、どんな思いでした？最後難しいね、曲に分かったんですけど、まあね、1点でも価値は同じなんで、岩崎が一番そのところはね、分かってると思うんで、現地でね、安心して来てましたね。それにしても監督、この瞬間を今シーズン最多のチーム11連勝で決めました。勝負は9月ってね、ずっと言い続けたんですけど、まさか9月にこんな強くなると思ってなかったので、ね、ちょっと勝ちすぎましたね。だからちょっとね、早いかもわからないんですけど、まあ今日はね、みんなが、ね、選手が力をつけて、ね、そういうチームがねできたということで、これはもう選手のおかげと思います。今シーズン岡田監督の掲げる守りの野球、まずは投手陣を中心にしっかりとゲームを組み立てるというゲームも多かったと思いますが、まずはこの今シーズンの投手陣についてはいかがですか？最初は、ね、西と青柳でいっぱい勝てると思ったんですけどね。調子量を合わせてくれて2人で、それはさすがだと思ったんですけど、まあ、その分若いね、村上とか大竹ね、本当によく頑張ってね、実証ですから、そういう意味でやっぱりみんながね、非常にカバーして、まあ、当然先発もそうですけど、やっぱり、ね、ブルペン陣がね、みんながすごいんですよ。誰を出しても、ね、勝ってる、ゲームは、ね、それで言ってくれると、あの JFK まではいかないですけどね。その見事な投手陣に加えまして、一方の打線の方ですけれども、本当に上位から下位までどこからでも点が取れる、そんな打線だったんではないでしょうか？普通は開幕からね、あまり打順を変えないでね、まあ、この打順だったら1万点取れるかなというのがあって、まあ、それでスタートしたんですけど、まあね、優勝の瞬間までね、この打順でいけたということは、やっぱりみんながね、その適材適所というか、やっぱりね、その打順でみんなが仕事をしたと、まあ、そういうことでね、本当にそうですね、数字はそんなに良くないんですけどね、だから得点とかはね、いろんな意味で、ね、もう数字を塗り替えてるんで、まあ、その辺はね、やっぱり野手もね、ちゃんと役割を果たして、ね、でもまだまだね、もっとみんな力つけて上手くなっていくと思いますよ。シーズンもここまで駆け抜けました。監督からご覧になってここまでの道のり、改めてどんな道のりでしたか？あまりね、苦しい時期も本当なかったですね。
あのお言葉を聞いていない、そしてファンの皆さんも聞きたいと思っている方たくさんいらっしゃると思いますが、まさかここまでね、すごいね、まあ、人気じゃないけど、すごいね、みんなに浸透したと、すると思わなかったので、まあ、一応、今日であれば、一応封印して。達成しました選手、スタッフ、関係者の皆さんには今どんな言葉を改めてかけたいですか？まあ、ちょうどね、去年の9月だったんですけどね、その番組要素を受けたのは、まあ、ちょうど今日、ね、この9月1年なんですけど、まあ、まさかこんなに早くね、まあ、18年も、ね、優勝から遠ざかってるチームをね、今この日をね、迎えるとはね、どうも思ってなかったので、まあ、これはね、やっぱりフロントを含めてね、みんなの力がね、結集した結果と思うんで、まあ、これはずっとね、やっぱり、本当に強いタイガースをね、こう毎年ね、作って、ね、まだ、ね、こう喜びを、ね、皆さんと一緒に分かち合えたらね、これからも、では監督、次最後の質問になりますが、次の戦い日本一に向けてというところ、もちろんクライマックスシリーズもありますが、ポストシーズンに向けての思いを最後お願いします。あれは達成しましたけど、まあ、次のステージですね、クライマックスもありますけど、でそこも乗り切って、で最後は日本シリーズというので、まあ、当然ね、みんな分かってると思うんですけど、まあ、とにかく1位で、ね、通過したというのはね、当然負けられないと思うし、まあね、日本で一番最後までね、試合できるように、あれを決めたのはね、優勝までだったんでね、日本一は決めてないんですよ。もし何かいい言葉があったらまた教えてほしい。ありがとうございました。では最後にタイガースファンに向けてのメッセージというのもお願いします。